昔昔あるところに一番大切なものは家族ですと真顔で言う出世できない男がいました。経済至上主義の世の中で一番大切なものはお金じゃないですよと言い張る愚かな男でした。そういやっていつか誰かに粗雑に語られようとも偉大じゃなくていいじゃない、比べなくていい、立ち位置は変えないよ、わかってるんだよ、わかってるんだよ、探し続けても見つかるって限らない。笑い話、そう笑い話、そう笑い話さ、いつかそう言って泣き笑いしよう、悪くない結末さ。
番大切なものは毎週木曜日のお楽しみオミキャスの時間がやってまいりました。はい、あ、ずれてません。早速ありがとうございます。あ、木曜日の恋人、そうですね、木曜日の恋人ということでよろしくお願いいたします。今日は笑い話だと思った。さすが素晴らしい読みでございます。だいたいね、先週の、Facebook ライブの曲から1曲なんですが、だいたいこうこの時点でアンケート、まあ、2位か3位ぐらいのところ目星をつけて、そしてまあここ最近ね、こうお見かせ流してないかなとかチェックした上で決めるんですけども、今回は見事に笑い話でございました。ありがとうございます。はい、今日もねこの背景から言ってますが、ちゃんとね、あの先週の反省があったんですよ。酒瓶がね、酒瓶がね見えてないと、この机の位置がこうずれるとね被っちゃうんですよね。ちょっとその辺はね微調整して微修正してまいりました。 BGM がでかい。おい、いや今日寒かったですね。皆さんの地方はどうでしたでしょうか。千葉、まあ、関東地方13度ぐらいでしたね、夜で。夕方か昼間とかもう15度ぐらいあったんでしょうけど、でだってつい最近まで半袖着てたじゃないですか。まだ衣替えしてなくて長袖が全然なくてね、これがちょうどねあのかけてあったんで、まあ、とりあえず来たんですけども、これ1枚じゃ寒くて、どんだけ温度変わってんだよと思いましたね。あ、コインありがとうございます。ね。ね、思えば、6月もそうでしたよね。突然、春すっ飛ばして冬から夏になったような、そんな感覚で。で、6、7、8、9、4ヶ月。夏が4ヶ月ありましたね。まあ、今日で夏が終わったのかなって感じがしますけども、まあ、ね、こっからはなんとかじっくりゆっくりとね寒くなっていってほしいなと思います。はい、 BGM がもう少し大きい、ちょっと待ってこんにちはかな。はい、こんくらいで。はい、あ、しんちゃんさんこんばんは。その節は CD 送ってくださってありがとうございました。笑い話何度も聞いてます、ありがとうございますね。笑い話9月お3日に、稲瀬山凱旋ライブの日にリリースしまして、そして、ね、お、どこから音が出てるな。はい、まあいいです。で今回笑い話をね流しましたけども、はい、はい、ひろとくんこんばんは。今日は僕も仕事でした。はい、あきおみさんもこんばんは。そう、僕もね今日はね国立市で東京都のどっちかというと山梨側といいますかね、千葉から遠い方、7、80キロ離れたところにね歌いに行ってきました。日本最古の一番古い、障害者施設と言われてます滝の川学園というところにね、お邪魔しまして、実は3年前にもお邪魔してまして、まあお邪魔したって別に邪魔しに行ってるわけじゃないですよ。歌いに行ったんですけど、歌のキャラバンというね、桜東京パイロットクラブという女性の、なんですか、なんかライオンズクラブとかこういろいろあるじゃないですか。その女性版といいますかね、すごく有志の方々がやってる会のが、歌のキャラバンでライブをお届けするという企画で、
もう4年前からね起用してもらってましてね、で3年前も行って、で去年と今年はね行けなかったのでコロナでね、ライブ配信だったんです。でほら僕ライブ配信が得意なのでね、はい、得意なので、もうなんて言いますか、任されましてね。で今年はねさすがにもう違う方呼んで行うのかなと思ったら声かけていただきまして、今日行ってきました。いや久々でしたね、障害者施設で対面で歌うっていうのは。やっぱ良かったです。もう本当に盛り上がってね、いっぱいカバー曲歌ったんですけどね、楽しくやらせていただきました。はい、あキャンさん、寒かったのでヒーター入れて、下に長袖着て、上にオミオン T シャツ着てました。あ、いいですね、重ね着ね、冬は長袖の上にオミオン T シャツってことで、夏はもうそのままオミオン T シャツってことで、年中オミオン T シャツでいきましょう。はいはい、おみだお疲れ様です。ってことで、じゃあ今日の乾杯のお酒はこちら、ででんででででん、こちらね、 A 君、 A 君でございます。 B 君でも C 君でもございません。 A 君でございます。これね、静岡の、そう、静岡市清水区のお酒で、これは、A 君酒造、そのまんまでした。 A 君酒造さんの、誉れ富士ってお米を、静岡の米を使ったお酒なんですが、静岡のお酒もね美味しいんですよね。まあ日本酒なんでも美味しいんですけど、静岡のお酒はなんだろうな、まあフルーティーなお酒が非常に多い。沿岸部なんでね、これお刺身とか合わせてこう辛口のお酒が多いかと思いきや、結構そんなことなくて、これはなんかメロンとかね、まあ、ウリ系のって言いますかね、味がするこうフルーティーな華やかな味で、もうこれ買って今3日目かな、今この辺まで来てましたね。あのグリーンでございます。これはボトルはグリーンでございますよ。はい、美味しくてスルスル飲んでおります。では乾杯いきましょう。乾杯。美味しい。ではこのコーナーいきましょう。本日のお見知りおき、 I love you to team delivery、 愛してる、大好きだよ。はい、本日のお見知りおきでございますが、いやいや、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、失礼しました。ポップガードが、事件が起こったんです。ここは米花町かっていうね、コナンのね米花町かっていうぐらい恐ろしい事件が西千葉で起こりました。この写真ツイッターにアップしたんですけど、生首がね、生首が何個もゴミ袋に詰められて放置されてましてね。ちなみにここね、わかりますか、これ生首なんですよ。はいね、恐ろしい。しかもここゴミ捨て場じゃないですからね。ちなみに張り紙があって何書いてんのかなと思ったら、第5木曜日は、不念仏の日じゃありませんって書いてます。第5土曜日っていつだよと思った、木曜日か、いつだよと思ったら先週のことなので、9月の一番最後の木曜日のことなんですね。だからちょうど1週間前か、ちょうど1週間前ですね。そうですね、おみかすの日なので。でどっかに捨ててあったんでしょうね。それがなぜか流れ流れついてうちの近所にね放置されてましたね。昼間見たからいいですけどね、夜見てたらもうこれギョッとしてました。まあ夜見えないのかなね。で思わず立ち止まったんですけど、まあ他にも周りに人がいたんでね、一回通り過ごりしたんですが、いや待てと、これはちょっとね西千葉のジャーナリストを待つ落としたんで、これは放置できないと思って、はい、戻りまして、パシャッと5枚ぐらい写真撮って、またスタッと去った次第でございます。はい、これは怖すぎます。はい、もう犯人は大体目星つきますよね。ただ西千葉ってね美容室すごく多いんですよ。だからまあ一軒ずつ当たってね、この生首捨てたのはあなたたちですかと辿っていけば、多分まあこの地域だけでもね5軒ぐらいあるんですよ、大学生の街なのでね。えなんでこれをこんな感じで捨てたのかなっていろいろ気になりますけどもね、珍事が起きました。でねツイッターにね、思わず姉さん事件ですってね言葉を添えて投稿したところ、その言葉、姉さん事件ですよね、20年ぶりぐらい聞きましたっていう、レスがありました。そうかと、
僕も何気に姉さん事件ですって使ってましたけど、僕元ネタ知らないなと思って。ね、皆さん知ってます？これ何の元ネタなんですかね。これ誰かが多分誰かが言って僕の中にこう刷り込まれてたわけなんですけど、ね、姉さんいない。しかも姉さん、そう、姉さんいないんですよ。僕兄さんしかいないんですけどね。なぜか姉さんに報告したくなっちゃうこの心理。なんですかね。なんか西城秀樹とかそんな感じのイメージがするんですが、どなたかお詳しい方いらっしゃったら教えてくださいね。あ、残念ながらカープはクライマックスシリーズに行けれなかったですよ。どこ行きました？カープ行けなかった。中日最下位でしょ。巨人4位でしょ。じゃあカープ5位ということは、優勝ヤクルト、 DeNA、 阪神か。あ、そうなんですね。いや、すごいですね。最近はなんか入れ替わりましたね。ね、ちょっと一時期前はずっと広島が連覇してましたし、まあ、巨人がね、クライマックスシリーズ逃すのも珍しい話ですし、なんか今までの 1,2,3 と 4,5,6 入れ替わったような、そんな感じになってますね。あのパリーグもオリックスが連覇して、最終戦でね連覇して、オリックスもねずっと万年最下位な感じだったじゃないですか、つい最近まで。いや、なんかすごい入れ替わってますね。驚きましたね。村上選手史上最年少三冠王、すごいですよ。やっぱもう野球小僧なんで、ね、もう記録見るの大好きで、その毎日朝からニュース見て、昨日はね、どんな感じだったかなって、やっぱ今年はずっと見てましたもんね、村上くんのね、特にホームラン数。いや、やっぱね、村上様ってね、最後神を、上じゃなくて神と言われて村神様って言われてますけど、やっぱ神がかってましたね。最終戦最後の打席で会心の一発56号、55号っていうのが王貞治さんの記録、日本人の記録で、これをもうだから40年以上ですか、上回った選手がいなかったんですが、ついに今年破ったわけですよ。なので、まあ大騒ぎしてるわけなんですけどもね、え、並んだところから、なんだっけな、70打席から打てなかった。いや、そんなか。まあでもずっと打てなかったんですよね。最後の最後で打つってやっぱ持ってるなと思いました。ただ僕思うのはね、王選手の頃って確かね、130試合とかなんですよね。年間の試合数が。今143まで、2?3?3 なわけないか。その奇数はないか。あ、奇数あるか。11球団ですよ。相手が11球団だね。142、3試合ぐらいなんですけどね。まあ、12、3試合違ければね、ちょっとこう記録破られたって言っても、破られた方もちょっと不憫だなとも思いますけどもね。はい、犯人はもしかしたらおみちゃんだとして、僕ではあります。100歩譲って僕だったとして、僕はこの生首使って何の練習してるんだって。あ、ライブ配信ね。ライブ配信を置いて、人がいるという、あ、それいいかもしれないな。この首を置いといてね、あ、人の目があって、すごくこう盛り上がるぞ的なね。はい。ね。でもほら、リアルライブが始まってきたからいらないやつね。ポイッと。それもあるかもしれないな。はい。あ、高島弟のドラマ。そっか。ありましたね。ホテル。そう、ホテルとかそんな感じでね。そっか、じゃあ、いつだろう。僕、小学校の時くらいかもしれないですね。見てんのか。うん、うん。なるほどな。そう、今日ね、ライブから帰ってきたら、チラシが届いてました。ババーン。あ、ちょっと、あれだ。ちょっと色が透けちゃう感じか。しかも色を奪われる感じね。笑って学んで、歌声ハッピーアワーってことでね、12月4日に、今年2回目の松戸高見殺し音楽を主催ライブを行います。ゲストに友近やっくん、中村メイパラ美和さん、そして笑いヨガ協会、ね、笑いヨガです。ミュージシャンではありません。高田よしこさんお招きしましてね、キャッチコピーでしょ、歌謡曲、ポップス、フォークソング同様昇華、福祉に熱いアーティスト2人が癒しの歌を歌い、ウクレレ奏者が平和のメロディーを奏で、笑いヨガで思いっきり笑って学び、みんなで名曲を口ずさむ至極のハッピーアワーってことでね、お届けしますので、ぜひ皆さん12月4日は千葉の方にお集まりいただければ幸いでございます。そう、イベントをね、まあ、企画したいなーっていうところいろいろ考えたんですけど、まあ、ちょっと松尾らしい部分なんだろうなと思った時に、ただのこうミュージシャンのライブもいいんですけど、まあ、皆さんまでねそういうのありましたけど、そうじゃなくてもう少しこう、まあ、インテリジェンスなと言いますか、学びのある
社会的な、だって、まあ、本当に名実ともに幅広い世代の人に届くようなそんなイベントを起こしたいなと思いまして、今回特にやっぱりこう笑いヨガ協会のね高田さんをゲスト呼んだっていうのは非常に面白い部分じゃないかなと思います。皆さん笑いヨガって知ってますか？知らない方はぜひ検索してもらえたと思うんですが、やはりほらがんとかも NK 細胞っていうのがあってね、ナチュラルキラー細胞っていうんですが、笑いで免疫力を高めて健康になろうというような動きがあるわけですよ、働きかけがね。で、僕の場合は音楽でね免疫力高めてっていうような部分、まあ、提唱してますけども、笑いヨガってまさにそんな感じで心も心も健康にと。でやっぱ確かに笑うことっていうのはね、なんですか、人間の特権と言いますかございますし、笑うことで確かにいろんなストレス軽減されたりね、いいことだらけなのかなと思います。みんな笑うぜよ、笑うぜよということで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そう、今日はこのね生首のことはちょっとお伝えしなきゃと思ったんですが、あとねこれこれこれですよ、見えますかね、松尾貴臣様つってね、本を西村正義さんから送られてきたんです、送っていただいたんですけども、この西村正義さんっていうのはね、昔僕が長崎に住んでた頃、隣の家の浩平くんのお父さんなんです。西村浩平くんでね、今弁護士やってますね。そのお父さんは学校の先生で、ちょっと、なんだろうな、自分たちのお父さんに年上だったんですね。あ、そう、堂本明子さんと同い年だ。今年90歳。なので、随分後に生まれた子なんですね、浩平くんがね。で、学校のも校長先生だったんです、その頃。で、まあ、ほとんど話したことなかったんですけども、まあ、もちろんね、お父さんはしてたんですが、ただこの前長崎帰った時に、その浩平くんと久々会ってね、うちの父が本出したんだよって言うから、それめっちゃ読みたいって言って、ね、自叙伝ってやつですね。自費出版で作ってるわけですけど、めっちゃ素敵じゃないですか。本を残すって。それはね、世の中に出てる本、いっぱいありますし、そういった電気的なものありますけど、何かを成し遂げたとかね、まあ、有名な人とかいろいろありますけど、でも一人みんな全員そういった歴史があって本にすべきことがあって残したらいいんじゃないかなと思うんですよね。で僕は割とそういう思想昔からあって、僕の場合はブログもう15年以上、毎日基本毎日何かしら綴ってます。1週間まとめて更新することはザラですけども、とりあえずいつか見返した時に自分の人生がこう残ると面白いなと僕は思いましたね。ただ本にするって素敵だなと思って、僕もいつかやりたいなと思いつつ、まあ、その参考にと読ませてもらってるんですが、すごくいいです。何がいいかっていうと、学校の先生だけあって、こうちょっと歴史の話とか政治の話とかすごくあるんですよ。で、普通の本だとあまり偏った感じにならないじゃないですか。だけど、自分で出してる本なんで、ちょっとイデオロギー偏ってるんですけど、そういった話ってもなかなか聞けないじゃないですか。ね、人様の。ね、あ、小役のお父さんこんなこと考えてたんだとかね。あ、まあゴリゴリ右だなとか思いながらも、ただ、あの頃生きた人間の人たちっていうのは、右で当たり前じゃないですか。逆に僕らがそういうポリシーなさすぎるのかなってちょっと思ってみたり。で、この本の中でもね、ああ、ちーちゃんこんばんは。ありがとうございます。この本の中でも、まあ、GHQ への批判とかあったりするんですけど、ね、僕だからすると、なんていうか怖いな、みたいな。ちょっとドキドキするな、そういう話みたいな、あるんですけど、その GHQ のおかげで日本人が骨抜きにされたみたいな、まあ文章があるんですが、まあ当時の人はそう思ったんですよね、素直に。そういう教育の中で。で、僕らはもう骨抜きにされてるんで、その人たちの目線化すれば。なんか何とも思わないんですよ。そう思うと、まあ、それはそれでいろいろ興味深いなと思いました。僕はもう骨抜きにされてんだなと思うとね、自分なりにポリシーとかいろいろあるはずなのに、ね、知らず知らず次の世代になってるんだなと思って、すごく興味深く読ませてもらってます。まだね、半分ぐらいしか読んでないんで、読み終わったらね、お礼のお手紙をね、書いて、それこそ笑い話でもつけてね、本を送ってもらいましたね、僕の作品ですって、隣のタカちゃんですってね、送りたいなと思っております。はい、ちょっと聞いてもいいですか、あのですね、おみちゃん、聞きたいんですが25分になりましたので、まずは石井先生お招きしたいと思います。では、このコーナー
て小さすぎ。何ですか、事件、姉さん事件です。なんとズームが落ちました。石井先生もう一回入り直しますので今しばらくお待ちください。一回戻そう。いやいや、ここで待とう。石井先生、あ、入ってきました。はい、こんばんは。こんばんは。おーい、ワンテックワン。ズームが落ちました、急に。おうおうおう。あ、ゆうすけさん、おかえりなさい。楓学長ではなくてよかった。ひろたくん、何を聞きたかったのかな。コメントしててね。あれはですね、あの、間に合いました。間に合いました。僕が間に合わなかったら、うちの楓が顔を出すって話だったんですけど。にゃーっつね。ゆうさん、こんばんは。こんばんは。あ、おかわりし、あ、ちょっと待って、おかわりすんで待って。じゃあ、乾杯ね、乾杯。先週はね、お仕事で参加できませんでしたが、2週間ぶりの登場ということで、行きましょう。皆さん、石井さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。乾杯。乾杯。乾杯。どうも、オードフリーでございます。僕も水でございます。じゃあ、ゆうすけさん、髪の毛切りました。切ってないです。切ってない。切ってないのですが、なんだろう、ハゲたかな。あ、ハゲたかもしれない、ね、1週間で2週間かハゲたかもしれない。この2週間何があったんだろう。わかんないっす、わかんないっすけど、ハゲたかな。あの、年も年なんでハゲるかもしれないですね。神経質なの年頃ですからね。そうです、神経質です僕は。なんかほら、一晩でさ、白髪になる人がいるみたいなさ、ちょっとこう都市伝説的な話を聞いたことあるんだけど、はい、一晩でハゲる人がいいのかな。バーッ、どうなんでしょう、専門家に聞いてみましょう。ちょっと俺も気になるんです。その辺、専門家にただの興味本位で質問をすると。別に自分が相談料を払って。相談料払ってね。そう大事ですね。そうそう、あの、弁護士とかもね、相談料30分5000円とかですね、大体ね。そうです、そうです、そうです、ね、それ大事ですよね。知識をご提供いただくので、ね、相談料は払ってです。で、飲み会とかだと、もうすかさずいろいろみんながね、質問するんだよ。弁護士がいると。相談料、ね。兼ねたくないんだから、ね。あ、音ずれてるかもな。まあ、もう一回戻しとこう。ちょっと待ってね。はいはい。最近ね、もう追加する、これ、ズーム繋ぐとね、音ずれがもうよくわかんないことになってまして。あら、もうある程度近づけたら、あとは、なんだろうな、修正で。修正で。直しますね。はい。わかりました。はい。じゃあ行きましょう。多分1ミリも気にしないから大丈夫です。まあね、やってる側はね。いつも正面だから横から見たら切ったように思いました。あ、確かにそうですね。正面の場合は。あ、っていうことじゃあ横から剥げていくのかな、俺は。なるほど。横剥げが、ね。横から剥げていくんだ。ああ。この辺、あの、ベジータ的な感じなのね。ベジータ的な感じですね。うん、富士みたいね。こんな感じです。ツーブロック、自然なツーブロック。あ、ですよ、ですよ。じゃあ、ちょっとあれです。今日はですね。自然なツーブロック。自然なツーブロック。今日久々にです、うん。ちゃんとした曲の。はい。これ、解説って言ったらもうおこがましいんですけど、うん、俺、ここ好きなんですよっていうのをちょっと皆さんにご紹介したくてですね。はい。これ何を隠そう、実は、魚民なんです、俺。え、魚民です。僕の初めてのアルバイト先の話をしてるのかな？はい、多分同姓同名の感じですけど。あ、同姓同名の話。僕、サカナクションファンなんです。僕、ファンのアーティストいっぱいいるんですけど、うん、夜遊びさんも大好きだし、うん、ビーズも大好きだし、うんうん、もう、あらゆるものいっぱい好きなんですけど、うん、魚民、サカナクションのファンの総称を魚民って言うんですよ。そうなんだ。そうです。で、対抗してバンプオブチキンのファンのことは鳥貴族って言うんです。あははそっか、チキンだから、ね、これ結構ちょっと界隈でネタになってる。面白すぎる。そうなので、僕は魚民なので、魚民の力を結集してですね、うん、今日はいいね、サカナクションの
新宝島。はい。新宝島。もう知ってる人多いと思います。今 TikTok の CM でやってるのと、うんうんうん、あとミュージックビデオがめちゃめちゃ有名で、うん、あとドリフのパロディ、こういう、テレ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 ってやつ、あれのパロディで有名なんです。初めて聞いたけど面白そうだね。ドリフ。早速。うん。お願いします。じゃあ音を切りたいと思います。はい。新宝島。あれ流れてませんよ。あ、これはあれですかね、もしかして僕が流す感じの。ああ、僕が流す感じでしたか。はい、ですね、ごめんなさい、業務連絡で朝ワンコーラスハーフの音源を送ってると思うんですけどごめんごめん、朝から多分ね、運転してね、多分ね、雑に見てたね、LINE。わかりました、ちょっとじゃあ僕今作りますね失礼しましたそんなこともありますね。今日朝からもうね、9時半出たんでね、家をね。そうかそうか、ちょっと LINE を読み返してみよう。ゆくさん、ハゲてないそうですよ。かったね。あ、今慌てて作業中でございます。 LINE を読み返してみよう。出ます。あ、本当だ本当だ、ギガファイル来てた、はい、失礼。じゃあ流します。お願いします。新宝島。ほい。あ、コンプ聞いてます。コンプが、コンプがね、聞いちゃってますね。事件です。姉さん、事件です。ね、コンプ聞いてね。あ、来た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 。あ、これね。リアルタイムでフェードを作れるようになりました僕はすごい。そう、伊達にラジオの仕事、あ、ラジオ編集の仕事をもう4年以上やってません。さすがエンジニア。というわけで、まあ、この曲です。うおたみね、うおたみ。はい、サカナクションのファンのことを総称してうおたみ。いいよね、いいですよね。さかなクンのファンもじゃあうおたみでいいのかな。わかんないっす、それはさかなクンに聞きますということでですね、この曲、うん、皆さん知ってると思うんですけど、よく新宝島ってどんな曲だっけってなった時に、うん、大体曲ってサビのメロディー歌うこと多くないですか。そうだね、だ、まあ、あ、こういう曲だよって、うんうん、笑い話だったら、うん、分かってんだよ分かってんだよってあの曲だよとか、うんうん、そう、変速でどんな曲だっけ、あれからなね、ほらって曲でしょってなるじゃないですか。そうだ、扁平速がちょっと特殊だから、扁平速でってなりそうな気がする。あれ、そうですよ、ね、どこがサビかちょっと分かりづらいけどね。まあ確かに分かってるんだよとかね。そうそうそう、分かりやすいところを。喜びネタもね、悲しみにくれとかね。うんうん。そう。で、この曲は、はい、僕の統計だと違うんですよ。ああ、もうね、分かった今。出てこないんですよ。分かった。もう今は完全にさ、てっ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 て歌いそう。大正解でございます。ね、そう、この曲は、うん、どんな曲だっけって言われたら、うん、みんな大体あれだよ、ほら、てん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 ってなるよね。あるんですよ。確かにすごいわ。よくリフがちで、うん、もちろんメロディーも素晴らしいんですけど、それ以上にリフがもう強烈すぎて、うん、歌のメロディーを食ってしまってるレベルの。リフってこう繰り返されてるやつですね。リフ。そうです。あとちょっと具体的にはこれです。うん、あ、それそれ、これです、うんうん、これずっと流れてたと思うんですけど、ちょっともう一回イントロに戻って聞いてみます。はい、流れてる
これです、うん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 、これずっと流れてるんですよ。歌鳴ってても流れてるし、すごいね。歌がいなくなっても流れてるんですけど、はい、けどそれぞれ一曲の中でずっと鳴ってたらさすがに飽きるじゃんってなりそうじゃないですか、うん、なりそう。飽きないんですよ、ずっと流れてるの。最初から最後までずっとです。もうすごいね、最初から最後までずっとなんですけど、これ被写体がこうずっと真ん中にいるんですけど、後ろの背景がどん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 変わっていくんです。被写体と背景、うん、これをじゃあ別こう言い換えましょう。被写体はメロディー、メロディー、背景はコード、コード、こう言い換えます。はい。でですね、ちょっとこれ聞いてほしいんですけど、まあ分かりやすくイントロは、まあ、今聞いてもらった通りちょっとこんな感じかな。はい、これでも流れてますね。でこれに対して後ろのコードが結構頻繁に変わってます。ほう、あ、そのリフはかの同じだけどコード変わってる、ね、そう、コードが変わってます。ゆっくりやると、こんな風にコードが変わってます。変わってるけどコードもある程度こう スパイラルしてる感じ。コードも循環ですね。循環してるんだ。面白いね。ちょちょ、2小節で一巡するような感じで、うんうんうん、スパイラルしてるんですけど、すごいな。でこれバンドアンサンブルだといっぱいいろんな楽器を重なってて聞き分けが結構大変だと思うので、うん、ちょっと僕がですね今日は趣向を凝らしてこのメロディーを、うん、使って、うん、リアルタイムで音を重ねていって、こんな風に被写体に対して背景変わりますよっていうのを、うん、やべえ、ちょっと今ちょっと緊張してるんですけど、リアルタイムで緊張してる、リアルタイムで打ち込んでいきます。お、え、それはサカナクションがやってることやの？ユースケアレンジでまた違うのが入ってくると。いや、完全にサカナクション再現でやります、うんうんうん、実際に音源でこういう風に弾かれてますよって、ほうほうほう、まあ、メロディーはそのまんまで、コードだけ変えます。はい。でメロディーがずっと同じなんだけど、うん、コードが変わると全く印象が変わりますよっていうのを皆さんと一緒に聞く。面白い。そしてそれをリアルタイムで打ち込むっていう、うん、はい、もう失敗したらやり直すっていう、みんなの前でやり直すっていう、ね、公開処刑みたいなことを今日はやります。ライブでねたまにあるよね、そういうのね。あ、そうですね、 DJ とかマニピュレーターさん、マニピュレーターさんとかやってるんですけど、うんうんうん、そう、僕もたまに最近ライブでマニピとかやるので、ね、とそれも稲佐山でも ねやりましたもんね。そうそう、やりつつ、はい、ちょっと、まあ、メロディーとコードの関係をね。じゃあまずイントロはこんな感じです。じゃあこれに対してちょっとまずクリックっていこう。もうここからやります。クリック1234、はい、これがないとわかんないんで、うん、すごい作曲コードみたいになってます。 1234、はい、これで OK。 お、はい、みんなの前で手抜きをします。コピペ質問があると言った本人は質問せずに寝ました。寝たんですね楽しい、あ、ちーちゃんが楽しがってもらってます。あ、ありがとうございます。ぜひ結構俺本気でさっきまで練習してました。ぜひ聞いてください。いいね。じゃあ今クリックを打ったんで、パフォーマンスだよね。はい、そしたらこれでクリックが、ちょっとコンプが効いちゃってるかな。あ、俺こっちコンプ外してます。あ、ほんと？はい、ノーコンプです。さっき良かったんだけどね、接続テストの時は。今ちょっとね、ちょっと波があるかな。ノーコンプですね、今。了解です。ノーコンプ OK です。レッツコンプで、じゃあクリックを、今こんな感じです。うんうん、これに対してじゃあ今日の主役ですね。はい、これ打っていきます。できた。よし、じゃあこいつをちょっと調整して、そうすると音が重なります。石井先生、コンプって何っていう。
はい、重なりました、うん。はい、コンプレッサーの略ですね。はい、コンプレッサー、圧縮するって意味で、うん、はみ出た部分を自動的に補正してくれる役目があるんですよ。うんうんうん、コンプレッサーというエフェクターがね。コンプレッサーの役目なんですけど、うん、そいつもあまりにも過剰にやりすぎると、抑え込みすぎて潰れちゃうことがあって、うん、これがコンプが効きすぎてるっていう状態になります。うんうん、その場合はコンプの効きを浅くしてあげれば、緩やかになるので、さっきタコミさんが言ってたコンプが効いてるかもしれませんっていうのは圧縮しすぎかもしれません、うん、音潰れてますよってそういう感じですね。そうね、あとまあその最大音をさカットしてくれるのは、そのあんまりでかすぎたらシュッてこうここまでよみたいな、そう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 、多分その機能が効いちゃってるのかなって。時々こう波打つ感じになるじゃないですか。それは出すぎたやつをピュッて止めるわけです。そうなんです。っていうコンプが、コンプ、まあ、こっちは外してますというわけで、じゃあ今の進捗、はい、カウントとメインリフができました。はい、じゃあこれに対してコードつけていきます。さっき言ったやつですね、うんうん、じゃあこれを弾いていこう。はい、いけるかな。もう間違えたらもうやだな。いくぞ。あ、すごい、すごい、完璧、完璧。よし、行くぞ。はい、じゃあこれを重ねたのでちょっと調整してこんな感じですね。これがイントロの感じです。すごい、今何リズム打ってたの。あ、はい、今ですね、余裕があったんで手でドラムって言いました。ドラム打ってたね今ね。はい、余談ですけど、松尾作品も僕ドラム全部手で打ってます実は。うん、うわー、すげえ器用だね。っていう風に実は僕ドラムもできるので、はい、で全部手で打ってるんですけど、うん、まあ A メロこんな感じなんです。もう一回弾きましょう。うん、陽気な感じですよね、なんか。そうだね。てつてて。陽キャだね。陽キャ。陽キャです。うん。ウオタミ陽キャだね。ウオタミ陽キャですね。うん。で、じゃあ、これ、サビでも同じようになっています。ちょっと聞いてみましょう。サビもでーす。あ、聞こえてくる。いましたよね。いた。今のは CD の音。はい、あ、いますね。今僕弾いたんですけど、うん、分かりやすく。ちょっと雰囲気がありますよね。同じリフ弾いてるんですけど、うん、雰囲気全然変わります。歌声のメロディーとまたね、全然違うとこ行ってるもんね。そうです。かっこいいな。でじゃあこれどんなコードになってるか、じゃあさっきの、はい、カウントとメロディーはもう一回引用します。じゃあこれにサビのメロディーを重ねてみましょう。じゃあできるかな。サビはねこんな感じの和音です。陽キャではないですね。陽キャじゃないね。ちょっとシリアスな。ね。じゃあメロディーと一緒に聴いてみましょう。いけるかな。うんうんうん、したらちょっと調整して、じゃあこうなります。
疾走感あるんですけど、うん、なんか真面目なシリアスな感じがありますよね、うん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 、全く同じです。メロディー変えてません、うんうんうん、なんだったらコピペしてるので全く変えてないです。なるほどね。けどイントロのあの陽気な感じはなくなってシリアスになる、うんうん、歌詞新宝島新宝島、まあワンピースみたいな話だよね。だからね、そうですね、宝島を目指すようなこう冒険者なの歌詞は。歌詞は、うん、まあ、そういうニュアンスもあります。そういうニュアンスもある。そういうニュアンスもあります。宝島なんか昔そういう漫画とかなんかあったんだっけ、手塚治虫とかで。そうよく聞くワードですよね。ね、そこで新新しいってことでしょ。なんかオマージュみたいな。分かんないんですよそれ実は俺魚民のくせに新宝島がどういう新なのかが実はよく知らなくて、うん、なるほどね。それはもしかしたらまだ白木屋なのかもしれないな。嘘、うん、同じ系列だけどさ。同じ系列だけどね。モンテローザ、ね、モンテローザだね。ですではではですね、はい、最後すぐワンピース捉える。はい、一番最後エンディングでもこれ出てくるんですよ。てか何だったらエンディングまでずーっとなってます。うん、もうずーっとなってます。じゃあちょっと聞いてみましょう。ここです。はい。いましたね今ね。うんうん、いましたね。あ、お酒が降ってきた。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、乾杯乾杯乾杯。鈴川さんですね。ありがとうございます。じいちゃんありがとう、うん、と、はい、エンディングでも言いますね。じゃあエンディングはまたあれなんですよ、また雰囲気が変わって、はい、ちょっと抽象的な言い方なんですけど、クライマックス感。クライマックス感、めちゃめちゃクライマックス。はい、もう一回聴いてみましょう原曲。うん、はい、いますね。全く実はリフちょっと音変わってるんですけど、うん、それまでって言ってたのが、うんうん、最後になって急に、うん、うんうんうん、一音変わるんです、うん、全音上がるんですけど、でも並びはずっと一緒です、うん、なるほど。まあ、で分かりやすくこれリフを同じにします。リフ同じにしました、はい、リフ同じにして、じゃあコピペ、よし、じゃあ次だ。わー、なんかめっちゃ緊張するなんでかっていうと、俺ワンチャン俺自分がステージが上がって、うん、山口さん、あのサカナクションのねボーカルの山口一代さんに会うことがあったら、はい、もし会うことができたら俺この放送見せようと思ってて、はい、あ、そんな感じだったの。早く言って。俺がもうかなり油断してた今あ、いえ、あの今思いつきです。ぼーっとしてた、ぼーっと結構思いつきです、結構思いつきです。あ、でももし自分があの、うんうん、音楽業界でそういうステージに行くことができたら、俺本当に魚民なんですよ。俺新宝島めっちゃ好きです、国家にしたいぐらい好きですっつって、いいね、この放送見せようと思ってたぐらい。俺もだから昔魚民でバイトしてたって言っといて、俺のことも。わかりました、それは言っときます人生初バイトだったんですはい、あのあれです、みんな揃って魚民ですって俺の方が魚民ですって。俺の方が魚民ですじゃあちょっとエンディングがですね、こんなコード進行です。これ一番シンプルなんですよ。はい、うん、というわけで、やばい、もう今日なんかずっと寝るときまで流れてそう。トゥンテ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 ン、もう洗脳します。やばいやばいやばい、洗脳しますなのでこれさっきまで目まぐるしくコード変わってたんですけど、最後の最後にすげえシンプルなの突っ込んでくるんですよね。うーん、あのサブドミー
ドミナント、うん、ドロップドマイナーニック、かっこいい、この3つだけなんですけど、じゃあ聞いてみましょう、うん、よし行くぞ、ミスったら山口さんに怒られる。しまった。じゃあ、はい、全部踊って聞いてみよう。これかな。はい。うん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 。こんな感じです、うん、お、すごい。新宝島の題名は山口が楽曲のテーマを追求するために漫画を研究した中で見つけた一作である。手塚治虫の手塚治虫の作品新宝島で釈放されている。あ、やっぱりそこから来てるんだ。もともとが新宝島なのか。そっか、手塚治虫先生のね、そっからやっぱり漫画から来てるんだ。しんちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。うろたみのくせにウィキペディア見てないっていう。やっぱもっと魚民だけだと俺の方はちょっと読みが深かった。手塚治虫、手塚治虫出ましたよ。俺シンプルに音だけ聞いてました、ずっと。音だけもうめちゃめちゃ掘り下げてたんですけど、うんうん、そんな感じで全部通してこのリフが後ろ、歌の後ろでも鳴ってるのに邪魔しない、なおかつうなされるぐらい耳に残るっていう、はい、これが新宝島の面白いところであり、おすすめポイントでもあります。でですね、これが言いたかった、これが言いたかった、はい、これも夜な抜きです。夜な抜き出ました。夜な抜き出ました。4と7がね、そうです、ファシ、ファシですよ、ファとシ。これですかね、ハサビ前の決め、思いっきり夜な抜きをなぞってる、うん、まだ、あ、なんか雰囲気出てますよね。夜な抜きの雰囲気は感じるなと思って。アジアな感じありますよね、うん、東洋的というか、ね、非常にあります。はい、というわけで新宝島の CM とかだけじゃなくてね、うん、ぜひ俺はおすすめはいつかな、ちょっとこれ今度あれツイッターに書こう、おすすめのサカナクションのテイク、すげえいっぱいあるんですけど、おすすめやっぱミュージックビデオです。ミュージックビデオめっちゃ面白いんで。ドリフでしょ。ドリフです。それめっちゃ見たい。俺ドリフのオープニングめっちゃ好きで、ドリフの大爆笑でさ、みんなほら階段降りてさ、まっすぐ歩いてくじゃん、はいはいはい、あれすげえ好きで、あれいつかやりたいなと思ってて、俺も5人必要ですからいるじゃん5人、稲沢山行った5人いるじゃん。あ、それやればよかったな。チュンチュレンチュン。じゃあ、8年後ね、8年後。8年後やります。ドリフ演出。思わぬところ行っちゃった、思わぬところ行っちゃった。ったあれすげえ好きなの。いや、誰考えたんだろうと思った、あれね。でもほら、いろいろチアリーダーとか必要だからね。そうですね、ちょっと、ね、人件費はかかると思うので、ね。やろうやろう。俺、長さん。わかりました。僕どこでもいいです、余ったら。やっぱり志村けんじゃない、やっぱ。やっぱそっか。いいですか、志村けんでしょ。じゃあそれで、はい、というわけでコードとね、メロディーが同じメロディーでもコードが変わるだけでこんだけ面白いんですよっていうのを実演したかったことと、うん、実はですねこれ、うん、今だから話すんですけど、はい、2年前中学、とある船橋の中学校のコード進行の授業で、はい、僕客員講師で行く予定だったんですけど、うん、はい、その時使う予定だった資料です。なるほど。今日はちょっと若干その資料の供養も兼ねて、供養も兼ねて、供養も兼ねて皆様の前で実演をさせていただきました。2年前本当はこれ子供たちの前で実演する予定だったんですけど、ちゃん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 、面白いね、そういう授業だったらね。だからリアルタイムにこう音を重ねていくとこんだけ変わりますよって、同じメロディーで、ね、背景が変わるとこう変わりますよっていうのをね、うん、皆さんに伝えたかったということで、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。以上、教えて石井先生でした。
乾杯。こちらありがとう。乾杯。あ、今降ってきましたか。あ、ありがとうございます。乾杯。あれ、今どなたから降ってきたんですかね。あ、キョンさんから。ありがとうございます。です。ありがとうございます。すごい、なんかまるでラジオ番組のように、ドンピシャ5分前に締めくくってくれましたね。はい、途中からあの、分数計算してましたさすが。さすがです。大丈夫です。押しません、押しません。はい。はい。あ、そうそう、しんちゃん、元祖菓子職人、元祖あの、寿司職人みたいな菓子職人ですね。村島圭介くんだね。元祖菓子職人。あの、ずっと村島圭介くんのね、あの、ツイキャスで菓子を出してる人いるなってずっと僕思ってたんですけど、それがしんちゃん。あ、それで元祖。元祖なんです。なるほど、なるほど、なるほど。ね。元祖はやっぱり頑固ですからね。元祖といえば頑固ですから、やっぱ。頑固一徹ですよ。あ、あの、星一徹。星一徹的なね。星一徹。やっぱ元祖って、元祖のイメージでね。はい。チアリーダーはサークルの女性陣で、私は抜きで。え、ちょっとぜひお待ちしてます。お待ちしてます。ぜひぜひ、ぜひぜひ。めっちゃほら、みんなプレッシャーでもライブどころじゃなくなるかもしれない。みんなオープニングでプレッシャーが大きすぎて。あれ、大変ですよ、結構。でも、あの、リアルにライブとかでは、あれ、再現されてて。で、ボーカルの山口さん、一緒になって踊ってるんですよ。振り付け全部覚えてて。いやー、いいよね。めっちゃ楽しいです、見てて。あれ、一人じゃ恥ずかしいけど、5人ぐらいでやるとすごい気持ちよさそうだな。みんなでやれば怖くない。ね、そう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 。ね。そうです。いやー、すげえ。いや、ほんと昔の TV ショーって感じでさ、あれ考えるとすごいよなと思って。今ないじゃん、あの、そんなテレビ番組。ないですね。ドリフのって踊りながらさ、入場してくるな。派手な。うん、やってほしいよね。やってほしいですね。ね、だって、最近のテレビ番組でも、冒頭がないから、オープニングテーマもないし、いきなり、第1問とかで始まるから。うんうんうん。もうクイズ番組、大体もそう。すぐ始まる。ある程度イントロがないんですよ。そう、音楽でしょね。なんだかなって、情緒のない時代になりましたよ。ね。みんな忙しいから、要は簡潔に行きたいんですよ。なんだかなって。もうちょっとほら、この無駄をさ、楽しむ時間があっていいじゃない。まあ、それはわかります、すごく。ね。みんな無駄を省きすぎていて。詰め込みすぎても、なんかインターバル必要じゃないですか。うん、何にもない時間というか。いや、そうよ。ね。イントロ必要じゃない。イントロはそうですね、場合によっては。と言いながら笑い話、イントロないんですけど。あ、そうなんですよ。あの、やっぱね、時代をね、そこは組んで。はい、あ。ケイスケさんは、おみちゃんに曲数が多いし、何歌うか分からないし、タイトル、時々タイトル言わないし、絶対私は大変です。尊敬します。もう、テレビ局並みだ。イントロドンの世界ですね。この曲なんでしょって感じです。歌詞出す側からすると。分かった瞬間に、ザーって、それこそ職人芸として、ザーってやるんでしょうね。ね。いいですね、いいですね。いやいやいや。うん、10月ですよ、石井先生。下半期入りましたよ。やばいっすね。なんかあっという間です。本当に、なんかもういな、やっぱ稲妻もあったからね、ほんと夏が一瞬で終わってさ。今年ももう終わりますわ、3ヶ月で。やべえ。やり残したことがいっぱいある。何やり残したの？あの、遊びに来てないっす、マジで。おう。もうほんと、ガチで働いてて、今年。人生ありがたいことなんですけど。人生あっという間に終わっちゃうよ、そんなことすると。いや、それがですね、やっぱ働き出すと面白くって、うん。なるほど。それ大事。うん、やっぱずっとやっちゃうんですよね。うん、今日みたいなことを、うん、あの、今日やってることを、本当に俺の私生活そのままなんですよ。こればっかりやってるんですよ。まあ、普段、一般の人からすればそれ遊んでるからね。そうなんですよ。ね、趣味だからね。土日のめっちゃね、楽しい時間のことを仕事でしてるってやっぱ、ありがたいことだね。ありがたいことです、それは。ね、うん、うん。いやいや。どこ行きたいの？後半ドタバタします。静岡行きたいですね。え？静岡行きたいっす。あ、静岡ね。あ、これ今日静岡のお酒だよ。A 君。どどん。ぜひ、静岡で、ピータパンのメロンパン食べながら、A 君飲んでください。いいですね、メロンパン。あ、メロンパンいいですね。で、10時になりましたので、これでお開きしたいと思います。ありがとうございました。後半ドタバタしてます。同じです。一緒に頑張りましょう。繁忙期ですね。一緒に頑張りましょう。おやすみなさーい。ということで、おやすみなさーい。ありがとうございました。